ども、長坂レモンです。はい、本日はですね、今、ヒストイックかな？違うな。アリーナ全体できてるね。鏡よ鏡っていうイベントを遊んできましたよということで、はい。鏡よ鏡っていうイベントはですね、今までの歴代禁止カードを選ったして、まあ、ナーフってやつですね。他の DTCG ではよくあるんですけど、ナーフして使ってみましょうっていうシステムになります。はい。というわけで、本日使うデッキはこちら。ババーン。大からオムナスゲンヤゴロスですね。はい。それに4手目を入れました。まあ、悪いカードばっかなんですよね。今聞いた中でも相当やべえというのが分かってもらえるかなと思うんですけど、はい。ウーロ。4手目。オムナス。5手目。ゴロス。死者の原野。うん。というわけで、まあ、解説する必要があるかどうかというと、私はちょっと悩むんですけど、はい。まあ、そんな感じの、やばいデッキですね。まあ、今までのね、歴代犯罪者を混ぜましたよ、みたいなデッキになってます。はい。まあ、ちょっとね、このデッキはランプ多めっていうことで、草案の日だけは入れてないんですけど、まあ、それでもね、普通に、オムナス、フォーカラムナスかなが入ってきた時のように、発生の根本原理や原理だけ入れてあります。はい。で、使ってみた感想なんですけど、ナーフのバランスすごいちょうどいいなって形でした。はい。うん。死者の原野ってさ、結局複数並んだ時のバリューがえげつなかったんですよ。はい。例えば2枚あるだけでも、土地1枚置くだけで、まあ、ハンド消費というか、まあ、リソース消費なしで、22が2体出るんですよね。そういうのがやばかったっていうので、伝説にしたっていうのはすごくいい調整だったかなと思いますし、4手目もね、まあ、オムナスから出ることを除けば、まあ、4ならね、いや、ダメだ。4手目はダメですね。3手目だ。3手目は4にしてもダメだったかなって思います。うん。初期中手が4のままにするべきだったかなっていう形ですかね。はい。これはダメだったかなと思います。で、ウーロなんですけど、個人的には、まあ、まだ強いかな、ぐらいな印象です。はい。このカードって、最初の1枚目、3ターン目に置くっていうか、めちゃくちゃ弱くなったんですけど、それ以降の、3点ゲイン、ワンドロー、脱出するっていう動き自体は全く変わってないので、最低でも脱出コスト上げるべきなのかなーっていう印象ですね。はい。脱出コスト7とか8ぐらい。ポルクラノスがいくつだっけ ?6 だっけ?ポルクラが6とかなので、まあ、6か7ぐらいでもいいんじゃないかなっていう気がしました。はい。まあ、ただ、それはそれで最初の1枚はもう本当に弱いので、うん、3万3000ゲインで 1枚引くっていう、なんだっけ、活力回復かなと同じなんで、はい、そこだけ弱いんですけど、一旦墓地から脱出し始めるとめちゃくちゃに強いので、はい、そこは強いのかなと思います。はい。それと、まあ、とりあえず裏モグだけ採用してあります。今回ね、ちょっとナーフ入った中に、まあいいや。相手のカードパクるやついたんですけど、あいつが手札からの、手札から出すってところにしか、かかんないっていうことで、はい。そこをね、まあ、ちょっと弱めに見て、ゴロスから引っ張ってこれる裏モグだけ採用してあります。まあ一応相手の原野とかはあるようですね。はい。で、あと一応オムナスですね。一応、出し毒がなくなりました。はい。今までオムナスって4ターン目上陸できなくても、とりあえず出し毒だったっていうのが、まあ一番強かったポイントだとは思うので、まあ他も強いんですけどね。それが出し毒じゃなくなったのは、まあそこそこでかいかなーぐらいな印象ですかね。はい。まあまだちょっと、スタンに来るには強いかなと思います。ヒストリックだとこんぐらいかなって思いますけどね。はい、というわけで。本日このデッキ使ってイベントやってきました。そいつどんなんかなー。まだ相手のできるかはよく分かってないこともあって、なんか6割7割ぐらいだと思うんですけど、詰めようと思ったらもっと詰めれると思います。解説がいるのかどうかちょっと微妙ですけどね。はい。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。さすがにマリガンかな。まあ、こういうね、ランパン系統のカード1枚は必要だと思うので、世界には、3ターン目にいいかな、と思います。できればね、色は、揃えておきたいので。ほい。ただ、白い土地がないですね。うん。白があれば、オムナスでもテフリでも出せるんですけど、そこがないのがちょっと困りますかね。こうしたまで入るのは、
すがに、あれ、銀屋だとは思うんですけど、おっと、これお互い土地詰まりましたね。私は色が詰まって向こうは普通に土地が詰まりましたね。これは4手目スタートでいいと思います。カウンターされたらされたかな。うん、廃棄の地も歌えたら歌えたと思いますし、まあこれは一旦借りてバウンスでいいです。うん、できればオムナスから根本原理まで着地したいとこではありますけど、もうカウンターできませんからね相手。いやこれニッサか。いやでもニッサにしては森が少ないんですよね。世界中割ってくるのは別にいいです。あんま良くはないですけど、まあゴロスのバリューがちょっと下がるかなぐらいなんで、まあまあいいかなと思います。王冠泥棒、言うて王冠泥棒をね、このゲームにおいては私はそんな強く思ってないですからね。スプライはどっちでもいいです。ケンディスまで絶対に出すんで、1話を持ってくるかな。白、緑、ここにある赤は残しときたいので、速攻くっつけてぶん殴りましょう。これ立ち上げてもらうですね。グッドなのかな、まあまあ、いや向こうもあれだからね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ここではあるんですけど、ハンド自体は綺麗な感じですね。全体除去もあってランパンもあってなんで、これはキープしていいと思います。あとは土地に3枚追加で引けるとでかいかなーっていうぐらいですかね。白、スピリットです。いやここは、螺旋カウンターしてくれたらカウンターしてくれたな気がするんで、はい、対象になる旅ですよねこれ。うん、まあ一旦クラッキー流すのが一番綺麗な気がするんで、ダメージ受けたりじゃないもんね。うん、呪文や能力、あーってことはドミテメとかのバウンスとかも一応対象内です。オムナス出す、あオムナス出せないか、出せないならドミテメでいいですかね。青、赤、赤、うん、プラスで入ってもいいですけど、まあマイナスでいいかな。一旦ちょっとテンポロス済ませましょうか。もう一枚ありますし、できれば4手目とかあたりが一番綺麗なんですけどね。あ、ゴロス引きましたね。置いて、世界中森、まあもうドミテメは死んでいいので、極論を言うとドミテメはもういらないんで。いやーロードが結構多いですね。ボロスの軌道を使うか根本原理使うかはちょっと悩ましいかなって思いますが、まあ一応フルダスでラインメインっていう手段もあるんで、まだそんなに気にする必要ないかなっていう形です。いやいや、うん、いや置く、いや置かないですね。あのオムナス出した後に置きたいです。いやでも一応置いとく意味 あるはあるんですけど、うーマジ544、
いやー、すごいですね、相手のロードの引く能力。フルパンで。ラスがあること相手わかるでしょ。うん。ラスゴー。オムナス。これはぶっちゃけどうでもいいです。エトリアで4点ゲイン。あと、こっちの偶和の小道も4点ゲインなので、ライフは多分綺麗に持ってますね。私はいいや。すごい数ロード引きますね。私引けないのに。これで対戦相手投了と。ゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。土地の数が少なすぎますね。うん、さすがに割り勘かな。こっちの方がいいでしょう。できれば、発生のコンパ残したいんですけど、余裕ないんじゃないかな。ゴロスでめくれれば美味しいかなぐらいな形でいきましょう。こっちから入るのも手だったと思います。こっちを置いて、まあ、陣から成長螺旋打つのも手だったとは思うんですが、私は、まあ、短剣からこっち置く方がいいかなとは思うので、オルソフ、エスパーですかね。すいません。アンデス軸ですね。ちょっとめんどくさいんで、ちょっと白多いか。あとは、まあ、青は出るんで、ヨリオンを回収しときましょう。うん。アンデス多分連打してくる気なんで。まあ、除去も多そうではあるんですが、さすがにバレちゃうか。一旦ね、原野さえ着地すれば OK だとは思うので、これはもう、ヨリオンまで回収します。今回は反撃飛んでもないんじゃないかな。両ヒョンだけ回収な気がしますけどね。ソーレン。まあ、さすがにドミテフェだと思います。発生のコンコン原理とか打たせてほしいですかね。まあ、さすがに打たせてくれないか。まあ、殴られて、プラス打って、要領でブリンクまでが多分綺麗な動きになるかなっていう気がするんで。で、これ両方とも殴ったってことは、ケリアの誓いとかはないと思うんで、要領回収だけで済むんじゃないかな。うん。まあ、とりあえずプラスは打ちます。一応、ヨーリオンはありですけど、これは、アイドルで X 運動が強いんじゃないかな。圧制のコンコンに持ってくれるんですけど、まあ、そこはしゃあないかなっていう気はするんで。一応、ヨーリオンの選択肢もあったと思います。ヨーリオンで置いておくと、盤面だけだと手紅に落とされなくなるっていう強さはあったので、一応ヨーリオンもありだと思いますね。選んだ結果こっちを選んだっていう感じなんで、まあ、どっちにも表の目と裏の目があったんでね。今回の裏目なんですけど、例えば、まあ、表目か、発生のコンコン以外の、まあ、スペル全体軸とかを引いた時に発生のコンコンを選ばれなくなった可能性があるっていうところとか、そういうところはね、一応覚えておくべきなのかなっていうぐらい。まあ、言うてそこまでですけどね。オムナス置いハイドロイドの方がいるかな。裏モグ。まあ、とりあえずテベリーはプラスします。なん、オムナス、ラス、まあ、結局、めくるんであんま関係ないですけど。何色でもいいかな。白以外なら何でもいいかな。で、
X5 でちょうどですね。これで相手の4-4も一応殴れないです。一応ね。まああんまり気にする必要はないとは思うんですけどね。うん。剣率置いた方が強かった可能性もありますけど、まあさすがにテペリをね放置したくなかったっていうのはあるんで、これは身代わりは破壊してもらいましょう。多分ラスボ系統なんじゃないかなっていう気はしてますね。うん。まあ、富手をしっかり残しておくっていうのは結構重要だと思ってるので。うん。まあ、富打って、大祭で投了ですね。うん。ネットゲーム、大祭ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。マリガンかな？うん。マリガンだと思います。これもマリガン寄りですけどね。ダブマリすごい痛いですけど、ただ相手ヨーリオンなんで全体除去とかもいらないですし、しっかり土地を稼ぐっていう方が絶対強いので、対面的にはね。ここで土地引けない、引けなかったら相当やばいですかね。あー、まあ土地自体は引けたか。なんなら次トップ土地ならハイドロイド置く可能性すらあります。まあでもハイドロイドダブマリ先行スタートなんで、できれば X4 以上で置きたいところではありますね。できれば探検とかからめくっていきたいかなっていう感じしてますけど、ハンデス飛んでくるとちょっと嫌ですか。はい、うん。まあ一応こっちの方がね動きとしてはいいんで、ハンデスさえ飛んでこなければ、まあこういう時に飛んでくるんですけどね。ハイドロイド探検落ち引きに行くのはあんま関係ないのか。ハイドロイドでも、いや違う、それなら探検の方がいいですね。そう、さっき言った通り、X4 で撃ちたい可能性が高いので、それならまあここまで来ると X4 で撃てるまで見えるんでね。うん、ハンデスが飛んできたとしても、まあ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 、いやここはドミテキだと思うんでね。うん、でピーピングハンデスでハイドロイド抜かれるのが一番嫌だな。そうですね。あとはトップに土地引けないのも嫌ですかね。できれば緑の土地あたりは引いていきたいとこなんですけど、どうせ使うので容赦は先出します。ハイドロイドさすがに X3 はもったいないと思うんで、除去があったとしてもね打ってほしいですからね。無情な行動でも何でも打てるなら打ってほしいかなって思います。うん、ほんと土地さえ引ければ OK ではあると思うんで、土地引いてハイドロイドからコロスがめくれるのが多分一番綺麗なんですけどね。しゃあないね、しゃあないね。とりあえず一旦トークンパウンスしときますか。やばい、土地引けん。いやでもこのテイペリーはちょっと分、分というか、いやーでもこれ土地引けないのであれかな、あんま関係ないですね。ここで世界中引けてるのが一番強かったです。ガーセンじゃなくてね。まあそこは言ってもしゃあないとこなんで。うん、まあ三手目にしばけますかね相手。まあ多分いかにもしばく手段自体はあるとは思うので、まあなんなら4-4回収がいいですからね。死にましたね。まあ4-4回収はこんなの土地を入れる技なんでできないので、うん、うちの土地が、土地は引いたんですけど、そうじゃなくて123123、うん、高速ブリンクできないので、まあよしですかね。うん、あー持ってる、めんどくさいですね。うん、非常にめんどくさいですね。まあ一応ってめんどくさいだけで済むは済むんで、いやこれあれ出てからだったの、ミスりましたね。
僕一体分損しましたね。うん、僕一体分損しちゃいましたね。一応打てるのか。いやでもさすがにこっちかな。そうですね、さすがに X6 で打ってあげる方が、あの理想の元気を仕組む運にしても強いと思います。場合によってはそこの天使バウンスなんですけど、いやーユーリッポでヨーリオン出すの手なんですよね、引っ張ってきて。うん、このヨーリオン2回ブリンクするのは実は手ではあると思うので、まあ一旦発生コントン打ちたいかな。そうですね、裏モグとかも一応引いてきてはおきたいですし、うん、ヨリオン回収、ヨリオンが多分私が一番好きな動きですかね。戦うための猛威とフレッカメの法則2回ブリンクできるんですよ。そうなると。だね、私の好みとしては、ヨリオン回収、ヨリオンだし、この起きてるヨリオン残してっていう動きになるかなと思います。私の好みならね。それが強くかどうかって言われるとちょっと自信はないので、なんとも言えないですけど。出てきた。ちゃんと分かってますね。うん。まあラスボとか引かなきゃいけなくなりましたかね。ちょっとめんどくさい。戦うための猛威があともう一回出るんですよ。なんであんまこの盤面はカード出したくないかなっていう気はするんですが。まあ発生の部分かな。うん。プラスで行く意味ないですよね、これ。一応このヨーリオン消すのは手だと思いますけど、トークン消すのも実はありです。まあどっちでもいいかな。まあヨーリオン使い回しがされたくないので、こっち消しときましょうか。エンド。うん、12点分持ってくんでちょっと痛いですね。できれば全体除去かな。そうですね、全体除去を引いていきたいかなと思います。フラリオンがもう1枚引ければそれはそれでもいいんですけどね。最悪金利するかな。いやーこれこの盤面で相手盤面にクリーチャーが出ないこと前提の話をしてるんで、軍団の天使まで出ちゃうか。それだとラスゴしかないかなっていう気がしますね。打線まで切っちゃいますかこれは。うん、リソースがね、80銀とか入れてないのでこのデッキに。なんならハイドロイド大きめに打つのも手だとは思いますが、一旦殴ろう。うん、一応クラリオンでなんとかできるようにはしときたいかな。まあ相手もラスボってわかると思うんで全部ブロッカーしてくると思います。なのでね、そこにクラリオン当ててあげましょう。ラリオン、イクサートメの猛威のイケメン下げるはいなければ関係がないので、イケメン345、オムダスを置くのも一つの手ですし、発生の根本原理打つのも手だと思います。ただ相手のデッキには速攻、多分せいぜいがボリンクレックスだと思うんで、まあ発生根本が実は綺麗だったりしますかね。次の動きとして、ケンギス置いた後に、起動効果連打っていう手段があるんで、一応こっちの方がいい可能性がありますかね。これは、裏モグだけ拾っときましょう。熱い。
裏もぐ拾っとく時間が結構あるんで、ここは裏もぐ拾っておきましょう。これは世界樹でいいですね。こっちなんですけど、オンガスの後に置きたいので、ここは置かないでいいと思います。枚数自体はいっぱいありますからね。いいし。まあ、手札があぶれるなら置くんですけど、あぶれないなら置く必要はないと思います。ヨーリオンは一旦早く出るけど、あんまり関係はないですね。うん。まあ、イクソートゥムの猛威とかがブリンクされるのはちょっとめんどくさいですけど、一応めんどくさいで済んじゃうので、今の盤面なら。言うてラスボ引けないんですけどね。まあ、80枚で、3枚だったかな ?2 枚だったかなくらいなので、まあ、そんなもんかなっていう気はしますけどね。うん。で、トリフテッチはバウンスします。ヨーリオンはどうしますかね。放置したらしないでもないですけど。まあ一応裏もぐっていう選択肢はあるんで。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。一応4手フィプラス裏もぐはできますね。うん。まあ4手目プラスラムが一番綺麗かな。いや、これオムラスが途中で絡め出なくなったわ。うん、オムラスプラス小道っていう動きすると一応追加で絡めれたんで、これはプレミですね。はい、こことここで、まあ、相手のデッキもヨーリオンのデッキなんで、裏もぐはそこまで重要視は、まあ、簡単にしれるとは思います。ヨーリオンは今んとこここで2枚か。まあエルズベス死に打ち勝つとかね、ほんといろいろあるとは思うので、次のターンにケンリスの速攻とかつけてぶん殴るっていう動きをするべきかなと思います。まあ、4手目が残れば相手にインスタント取られないんで、場合によっては次のターン、剣術で速攻するだけで立てる可能性は高いですかね。うん。自分なの天使。まあ、やろう、報復。うん、まあ、タラクの放棄とかとこの辺相性いいですね。来るとき、これ辺考えてみますか。そうですね。面白そう。スタンで組んでも面白そうですかね。うん。あー、天使一度、一緒になってしまいましたね、私。まず、オムナスからで。フライはどっちでも、どうでもいいです。うん。ライフゲイン、はい、あるかな。あったはずなんだよね。まだ1、2枚かな。1、2種類はまだあるはずですね。うん、これケンリスの、まあマナバグった時のケンリスの強みが見れるかなと思います。相手が止まってるのは、小道、基本だけですね。うん。基本だけなので。でかいところを止めて。全部トランプでしょ ?4-4 とね、でかいとこ全部止めの上から、あー、でも、剣術でパンプすれば勝てるか。そうですね。こっちの4体が、相手に特攻できるだけでも多分勝てる。あっち?ギリ勝てないかな?いや、でも裏もぐが絶対に2点ぐらいは貫通するから、いけますね、多分。うん。できれば追加で
土地置いてオムナスの盤まで持ってきたかったですけど、基本起動だけですね。相手は一応クリックのあれが見えてるんで考えてるっぽいですけど、自分が死ぬかどうかを考えてる感じですね。うん、まあ紐が終わったらそのまま勝っていける。いやーでも計算しないんだよな、しっかりと争奪点。まあ全部トランプル使うから争奪点だけ見ればいいのか。10点分、24点通ればいいんですね。22の剣術も合わせて、あ、まあ取りますね。はい、剣術の分の算数できてませんでしたね。うん、まあほぼスタンのデッキ。いやでも普通に面白そうですけどね。うん、ガルクの放棄は私は考えてなかったな。アブザンブリンク組んでみますか。うん、殴りましょう。あ、違う、ゴロスいるからいけるわ。さっきの計算、ゴロスをもう一枚出して土地置けばいけたんで、まあ結局何でもいけそうでしたかね。ね、ヘッドゲーム大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ犯罪みたいな動きいっぱいしてたと思います。はい、特にオムナスからあんな時の動きはやばかったですね。あと、原魚のね、まあ、タップインであるっていうのも含めて、ちょっと防御力は落ちてるんですけど、それでも結構防御力高いこと自体には変わりはないのかなとは思います。はい。で、ちょこちょこ思ったのが、まだこのデッキ詰めれるなっていう感じがしました。はい。一応、アグレ用にクラリオンとか入ってますけど、そこ以外の、まあ、ラスボとかを含めてもね、いろいろと入れることができるのと、あと、数体クラにすることも全然ありだとは思うので、はい。全然ね、まだまだ、改良の余地がいっぱいあるのかなと思います。はい。特にね、ヒストリックの場合は、オムナス、まあ、生存しないこととかが多かったりとかで、結構プレイングが出る気もするので、はい。その辺結構、まあ、いろいろ調整が効くのかなと思います。はい。それと、私たち35枚入れてるんですけど、35でもしかしたらちょっと足んないのかなっていう気がしてきましたよ、このデッキの場合。はい。まあ私のマリオンが悪かったりとかもするんですが、結構ね、土地2とかで引いてしまうこと多かったんで、もしかしたら40枚入れてもいいかもしんないです、土地。はい。もともとゴロスのデッキが確か28だったかな。スタンの時の60枚ゴロスデッキが確か28ぐらいで、で、ティムール再生全盛期の時は確か、土地30枚だったかなんかそんぐらいだった記憶があるので、もしかしたら土地の枚数もうちょっと増やしてもいいかもしんないです。はい。それか、ランパンのカード増やしてあげましょう。私一応ドミンの拒否権だけ突っ込んでありますけど、まあドミンの拒否権だけだとどうしようもないところもいくつかあったので、はい。もしかしたらこの辺抜いて、まあ北方向とか含めてランパン系のカード入れてあげるのがいいのかなと思います。はい。それと、まあちょっと注意の必要なポイントなんですけど、まあ森と関節の森に関しては別のカード扱いです。はい。なので、これで一応、原野のカウント進めれることだけ覚えておきましょう。それぐらいですかね。はい。まあ、色の調整とか含めても、もっとしっかりと組むことができそうな感じがするので、はい。まあ、これを調整し終わるってことはないと思うんですけど、はい。まあ、またね、今後ともこのね、こんなので遊んでいければなと思います。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは